皆さんこんにちは、倹約 DIY です。今日はですね、激安なのに超高性能なショットキーバリアダイオードについてご紹介していきたいと思います。皆さん、ショットキーバリアダイオードってご存知でしょうか？電気工作をしている方はおそらく聞いたことがあると思います。ショットキーバリアダイオードってなかなかのパワーワードですよね。一度聞いたらなかなか忘れません。まあダイオードはいいとして、何をショットするのか、キーとは一体何なのか、何をバリアしているのか、ちょっと全然わからないんですけど、とにかく響きがかっこいいです。名前からしてダイオードの仲間だというのはわかるとは思うんですけど、このショットキーバリアダイオード、名前だけじゃなくて性能も優秀なんですよね。ただ普通はもちろん値段も結構高いんですけど、今回 Amazon で激安のものを見つけました。それがこちら。スペックは 45V の 10A 品で、これがかなり高性能品なんですけど、これ Amazon でなんと30本入り780円です。1本26円ですね。正直このスペックでこの価格は衝撃的です。今回はショットキーバリアダイオードとは一体何なのか、その性能とは、これをどう使うか、またなんでこんなに安いのか調査してみましたので、個人的な見解と合わせて皆様にご紹介していきたいと思います。まずはショットキーバリアダイオードとは一体何なのかご紹介していきたいと思います。そもそもダイオードとは電気を一方通行にする半導体ですよね。この白い線が入っている方が仮想度で、入ってない方がアノードですね。アノードから仮想度へは電気が流れるんですけど、仮想度からアノードへは電気が流れないです。これがダイオードの基本的な働きですね。ところでこれ私だけかもしれないんですけど、アノードと仮想度どっちがどっちかわからなくなるんですよね。いや、そのぐらい覚えろよって言われたらそれまでなんですけど、アノードも仮想度も日常生活で全く馴染みがないんで、どうしても覚えられないんですよね。もし良い覚え方をご存知の方がいらっしゃったら、ぜひコメントで教えてください。あとトランジスターのエミッターとコレクターも同じですね。エミッターとコレクターはどっちがどっちか全然わからなくなります。 MOSFET のドレインとソースはドレインに吸うっていう意味があるんで覚えられるんですけどね。話が少し脱線してしまって申し訳ありません。ダイオードはいいとして、ショットキーバリアってどういう意味でしょうか？響きだけはなんかやたらかっこいいんですけど、その意味を調べてみてびっくりしました。ショットキーって人名だったんですよ。まさかのショットキーさんでした。私てっきりショットとキーとなんか組み合わせたような造語かなんかだと思ってたんですよね。え、これ私だけでしょうか？ショットキーさんが発見した仕組みを使ったダイオードという意味でした。ちなみにバリアというのはそのままの意味で、日本語では障壁という意味ですね。ちなみにショットキー障壁についてはいつものことながら詳しくご紹介はしません。それではショットキーバリアダイオードの最大の強みとは一体何なんでしょうか？それは VF が低いことに尽きると思います。 VF とは LED とかでも出てきますよね。 LED もダイオードの一つなんで VF があります。VF というのはダイオードの性能を表す一つの指標なんですよね。 VF というのはダイオードの純方向、つまりアノードから仮想度に普通に電気が流れる方向ですね。その向きに電流を流した時に、このダイオードの間で起こる電圧の効果量ですね、純方向電圧と呼びます。例えとしてはこのダイオードが赤所だとすると、この赤所を通るための通行税みたいなもんですね。ここを通るときに VF の分だけ電圧が落ちてしまいます。あともう一つ分かりやすい例えとしては、流体力学のいわゆる逆子弁がダイオードの役割なんですけど、 VF は逆子弁で起きる圧力損失みたいなもんですね。これも余談になるんですけど、今回の例に限らず電気関係って流体力学にちょっと似てるところがあるので、機械系の方は流体力学で考えると理解しやすいかもしれませんね。電圧は圧力で、電流は流量で考えるとかなり理解しやすいです。いわゆるホースの水に例えるってやつですね。今のお話から考えると、当然 VF は低い方がいいですよね。
その方が損失が少なくなってお得になります。それではここからは実際に VF がどのぐらいなのか測定していきたいと思います。今回用意したのがショットキーバリアダイオードと同じような能力の普通のダイオードですね。これ見た目はほとんど同じですけど、こっちは普通のダイオードです。この2つの VF を以前私動画でご紹介したこちらのパーツアナライザーでまずは確認してみたいと思います。まずは普通のダイオードから測定してみたいと思います。VF は約 600mV、 だいたい 0.6V ですね。まあ普通のダイオードはこのぐらいですね。次ショットキーバリア行ってみたいと思います。VF は 195mV、 約 0.2V ですね。これは低いです。だいたいさっきのダイオードの3分の1ぐらいの VF ですね。次は実際に電流を流して電圧効果を測定してみたいと思います。電流を流すのはいつもの 12V の白熱電球を使いたいと思います。電源は安定化電源でやります。まずは普通のダイオードでやってみます。あ、これ、繋ぐ方向を逆にしました。当然電気流れないので電球光りませんね。逆にします。バッチリ光りますね。ちょっとカメラの露出がおかしくなるんで、ステンレスのカバーつけました。これで、このダイオード間の電圧を測定してみます。だいたい 0.8V ありますね。このダイオードだけで 0.8V 電圧降下しています。ちなみに電流値は約 5A ですね。これで今の電圧降下をかけると、このダイオードでの損失を求めることができますね。損失ワットは5×0.8 で約 4W になります。この部分だけで 4W も消費しているわけですね。こちら私が以前の動画でご紹介した激安のサーモグラフィーです。これでちょっと見てみますね。なんと優に100度を超えています。まあ 4W でこの大きさなのでこのぐらいはいくでしょうね。ちなみに後ろの白熱電球もやばいことになってます。それでは次にショットキーバリアダイオードでやってみます。電圧を測定してみます。だいたい 330mV ぐらいですね。先ほどは 0.8V でしたから半分以下になっています。同じようにサーモグラフィーで見てみます。だいたい75度ぐらいですかね。先ほどよりはだいぶ低いですね。なお損失を計算してみると約 1.7 ワットになりました。先ほどの4ワットの半分以下の損失になっています。このように見た目が同じであってもショットキーバリアダイオードであれば損失を低く抑えることができます。また発熱が小さいと放熱対策も必要なかったりして回路を楽に組むことができますね。まあこのショットキーバリアダイオードもそうなんですけど、これ最も使われるのは太陽光発電ですね。太陽光発電のパネルからバッテリーに入る間にこれを入れることによって、万が一バッテリーからパネルへ電流が逆流するのを防ぐことができます。またパネルやバッテリーを並列で接続する場合に
それぞれこういったショットキーバリアダイオードを入れておくことによってパネルやバッテリー間の間で電流が流れるのを防ぐことができます。今言ったようなケースはオフグリッドで必須ですよね。つまりオフグリッドにショットキーバリアダイオードはほぼ必須なんです。オフグリッドの場合かなりの大電流が流れますから、今回ご紹介したみたいな大容量のショットキーバリアダイオードが必要になるんですね。それで一昔前からは考えられないぐらいショットキーバリアダイオードが安くなっているんだと思います。もう一つショットキーバリアダイオードの強みをご紹介したいと思います。ショットキーバリアダイオードの強みその2として、スイッチング特性がいいというものがありますね。これは私以前ご紹介したみたいな DC モーターのスピードコントローラー回路でおなじみです。これらの中には MOSFET とセットでショットキーバリアダイオードが入っています。PWM で高速スイッチングをするのに必須なんですね。ちなみにああいった基板に使われているショットキーバリアダイオードはこういった形のものが多いですね。MOSFET とほとんど見分けがつかないです。ここまで聞くとショットキーバリアダイオード完璧じゃないかと思われるかもしれませんが、デメリットももちろんありますね。ショットキーバリアダイオードの大きなデメリットの一つに逆耐圧が低いというものがあります。これ 15SQ045 というショットキーバリアダイオードなんですけど、この型番045は逆耐圧 45V を表しています。なんとこのダイオード逆耐圧は 45V しかないんですね。普通のダイオードって 1000V ぐらい逆耐圧あるものが多いんですけど、わずか 45V ですからね。これはかなり低いですよね。ただこの欠点は回路の設計でそんなに電圧かからないようにすればいいだけなので、あまり欠点とは言えないような気もします。まあ大半の用途なら 45V あれば十分ですからね。これデータシートを調べるといろいろな会社から作られているみたいです。半ば標準品みたいな感じですね。ちなみに先頭の15という数字は許容電流 15A までという意味なんですけど、これ他に 20A や 30A のものもありますね。必要に応じて大きな電流値のものを選ぶこともできます。次にもう一つショットキーバリアダイオードの欠点と言われているものが漏れ電流が大きいというものがありますね。これちょっと実験してみたいと思います。漏れ電流というのは普通ダイオードは逆向きに電流は流れないはずなんですけど、わずかに漏れて流れてしまうというものです。これ逆向きに接続してあります。今電流計にセットしてありますので、これで接続してみたいと思います。13μA ぐらいですね。今普通のダイオードに変更してみました。ゼロのままピクリとも動きませんね。漏れ電流はないみたいです。注意しなければいけないポイントとして、漏れ電流には温度依存性があるみたいです。温度が高くなると一気に漏れ電流が大きくなるみたいです。ちょっとライターで炙ってみます。すごいですね。一気にミリアンペアオーダーまで電流値が増えました。今ちょっと何度だったんでしょうかね。サーモグラフィーで見てみますか。今の画像を解析すると100度の時40ミリアンペアぐらい流れてましたね。
80度になると10ミリアンペアぐらいになります。指数関数的に電流が下がってくる感じですね。どうも調べるとショットキーバリアダイオードは漏れ電流によって自分が発熱するとその発熱によりさらに電流値が上がってその電流値でますます発熱する、つまりどん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 熱が上昇していってしまう、いわゆる熱暴走に陥るらしいです。ただ今回実験した限りではたとえライターで炙ろうが炙るのをやめた時点でどん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 温度は下がっていきました。熱暴走は起きなかったですね。おそらくは放熱が間に合うためだと思います。まあ正直逆耐圧がかかった状態で高温で放置される状況ってあまり思いつかないんでほとんど心配しなくていいと思うんですけど、使用温度だけは少し注意したいですね。いかがだったでしょうか。今日は電気工作 DIY で便利に使える激安のショットキーバリアダイオードについてご紹介しました。いや、こんなに容量があって性能もいいショットキーバリアダイオードがこんなに安く買えるなんて本当にありがたい時代です。私今後のオフグリッドでこちら大活躍しそうですね。あと DC モーターの PWM 制御にも使えないか今度実験してみたいと思います。もし今日の動画が参考になったよという方はぜひ高評価の方お願いいたします。また私のチャンネルではいろいろな倹約になる情報をお伝えしていきたいと思っていますので、もしそういったことに興味がある方はぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。それでは今日も長時間のご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまた次回、さよなら。